北織一は、元、NHK の科学、環境番組部専任ディレクター。愛知県出身。1982年、多高等学校を卒業し、名古屋大学文学部入学。名古屋大学文学部卒業後、1987年、NHK 入局。1995年、試して、合点の立ち上げに参加、以後、ディレクターとして、制作を続けている。 同番組の生き字引き的なディレクター。また、2000年、消費生活アドバイザーの資格を取得。消費者の立場から有益な商品を追求している。番組視聴者には、いつまでも幸せであってほしいとの願いから、医療機関で肥満患者に指導されていた方法を参考に、誰でも簡単にできるダイエット方法を考案。自らの体を実験台にして、 暴飲暴食でわざと太ってはこの方法で痩せることを繰り返し、その効果を確信。2003年、測るだけダイエットというネーミングで、初公開、依頼大反響を呼び続けている。全国の医師、栄養士、保健師からの指示も厚く、番組制作のから、全国各地で講演活動も行う。2013年10月、NHK が突然講演活動に、 大幅な制限をかけるようになったため、退職。フリーの立場で、講演、執筆を中心に活動を続ける。NHK 科学、環境番組部専任ディレクター北織一氏、滝学園東京同窓会。ありがとうございます。